はい、こんにちは、ニーハオ。今日ですね、生徒のイベントが昨日あって、今日は一日あの時間がある日なんですけれども、なんかね、 SD って知ってます？なんかスーパーデフォルメフィギュアみたいなのがあるんですけれども、なんか二等身の可愛いフィギュアみたいなのがあって、まあ、それをね、こう作ってくれてるところをちょっと今日見学に行こうかなっていう、まあ、ジサリスのスーパーデフォルトフィギュアを何でも作ってくれるみたいな感じのところで、そう、僕ね、ジサリスの立体物、まあ、今ね、普通のフィギュアは作ってるんだけど、二等身のフィギュアって作ってなかったから、それをやっぱ作ってくれるっていうので、まあ、とても嬉しいし、まあ、どんな感じに仕上がってるのかっていうのも、まあ、実際にちょっと撮影していけたらいいなと思ってます。こんにちは。こんにちは。ここはどんなところなんですか？请问这里是一个什么样的地方呢？这是我们的手办模型工作室，然后是成立于2020年在成都。ね、ここはもうフィギュアとモデルのスタジオで2020年に設立されました。あ、じゃあ今設立して4年ぐらい。所以现在是成立四年。对对对。然后我们在去年的时候增加了一个新的项目，就是制作 cosplay 的道具跟头发之类的。去年开始。啊，对，去年开始。去年から cosplay や cosplay の道具、小道具とかの制作も、そういった業務を始めました。このフィギュアがここで作ってるやつなんですか？所以这些手办就是在这个工作室做出来的吗？对的，这三款是在这个工作室里面原创出来的，然后这些是我们购买的正版品件，然后自己喷涂改装出来的。え、で、この三つがこのスタジオのオリジナル作品で、これとこれとこれ、これ、はい、この三つです。オリジナルです。あ、これオリジナルなんですね。そう、自作で、でここはもうコピーライト商品を買って自分で作ったものです。これが最初の自作だそうです。最初でこれ作ったんですか？そう、一番最初のオリジナル。すごい。これどれぐらい時間かかったんですか？これ。请问，就是从概念开始到我们先看到的这个产品，花了多久时间呢？大概5到6个月左右。5到6个月，まあコンセプトからここに至るまで、まあ5ヶ月、6ヶ月くらいかかりました。で、ここがもうこのスタジオが過去にもらったアワードとか。これは、フィギュア大会での人気賞です。てか、なんか作業してますね。今仕事中。めちゃくちゃ邪魔してるんじゃないかな、仕事のとか思ってるんですけど。現在在工作中。大丈夫ですか？会不会ちょっと打扰到你们呢？不会不会。あ、大丈夫だとそうです。他们都在专心工作。まあ、仕事に専念してますので。フィギュア作ってる、これ今実際フィギュア作ってるんですか？あ、じゃあ聞いてみましょうか。啊，请问你们现在是在做一个什么样的作品呢？我们现在是在做一款就是新的一个模型，它正在修模阶段。我们把这个模型 3D 打印出来之后，我们就开始进行一个精修，把上面的瑕疵打到工整之后，我们就可以进行一个初步的印模，然后就开始翻件了。那これが現在のモデル制作中で、まあ先に 3D プリントでなんか主の形状をしたそのこういう素材をまずプリントして、でちょっとマニュアルで人の手で細かく修正して、で修正した後にはちゃんとしたフィギュアに制作します。 3D プリンターでプリントした後に削ったりしてるんだ。そう、まあ、まずプリントして、まあ、雑なような多めの形をまず 3D プリントでやって、で人の手マニュアルでちょっと修正していきます。これ色がなんかグレーと肌色なのがあるのはなんで？为什么这个上面会又有点灰色又有点皮肤色呢？就有点。因为一开始它打印出来的零件是大概是这样的一个树脂打印出来了之后，完了之后我们会上一层灰色的补土。补土把它喷上去之后，能够让那个瑕疵更加的明显的。这样就是看得更明显，然后完了我们根据瑕疵对瑕疵所在的位置进行一个相应的打磨和修复，然后做到完整了之后，我们会统一喷一次灰色的补土，就像我们背后那个样子，微模的阶段。まあ先にこっちに。そう、これが3D プリントのもので。あ、これがそのままの状態。そう、そのままの状態で。で、この灰色の
その塗り塗装を一回やるんだよね。一回やって、うん、あの灰色の状態の下で、うん、その直しちゃいけないところが見やすくなるんですよ。だから一回こういう風にして、であのダメなところを直して、直した後にまたもう一回こういう風にあの灰色の塗装をします。で最終的にあでこの段階が終わった後にこれになります。じゃあそのこのさっき削ったりとかしたとこ、したとこ修正したところが分かりやすいように一回塗るんですか？そうそう、直しちゃいけないところを見やすいように、灰色の方が見やすいから、うん、それで直してます。こっちは何やってるんですか？那么请问这边就是制作 cosplay 的一些道具跟我们感兴趣的一些手链啊，就装饰品之类的啊，就是送谷子嘛，就是 OK OK。那こっちはあのコスプレ道具の制作のステーションおよびその自分の好きな作品のグッズとかを作っているステーションです。うん、このブレスレットとか。これまたフィギュアとはまた全然違うんですね、ここは。所以这个工作台就跟手办那边就完全分开的一个工作站。因为我是化妆师，然后他是 coser。对，他是 coser， 然后我们俩没有工作的时候，我们就会做一些这些制作。この人がメイクさんで。うん、この人がコスプレ屋さんなんですよ。あ、そうなの？コンビなんですよ。あ、コンビなんだ。そう、だからコスプレ道具とかの、あの、作る要請、作る仕事がない時にこういう風にグッズを作っています。へー。これがプロジェクトの、まあ、現在進行中のプロジェクトの流れ、うんうんうん、で、この1行がさっき見せてもらった、はい、そのうさぎの女の子の作品で、うんうん、まあ、これがコンセプト、うん、で 3D でプリントで原型、まあ、いわゆるフィギュアのもの、うん、でこれが発売で、これがあの予約受付、うん、でこれ、ここは最終的に今 OK ということで、うん、プロジェクト終わり。こうだよね、こうだよね。そう、こう原画这个是什么？啊，宣伝。これが宣伝で、予約受付、発売。原画して 3D、まあ 3D でまず作って、プリントを 3D プリントして、原型そのモデル。原型が今さっき見た作業ね。そう、さっき这个原型刚刚就是看到的那个在那个打磨的嘛，那个。そうです。原型。对对对，差不多。ここが宣伝。あ、宣伝するんだ。だ、就宣传。ここ？予約受付。まあ、ビリビリで予約受付。予約受付するんだ。え、これは？这个呢？哀呢？这个哀是什么呢？就是感叹号。这个是工厂，因为我们要最后还是要到工厂，到工厂去生产。生产啊，ここが工場で、ここでプロダクション。あ、で最後にまた発売ということです。でこういうところになんか集会って書いてあるんですけど、うんうん、ここがあの直しが必要だという意味です。で原型から 3D へのその間のデータとかのいろんなものに修正が必要だから、ここに集会って書いてあります。うん、これは何ですか？で、これがジサリス。これジサリスのやつをもう。そうです。これがジサリスのプロジェクト。じゃあどの段階まで進んでるかっていうのを今日。そうですね。見れるわけですね。そうですね。で、ここにちょっとチェックあるんじゃないですか。はい、チェックがついてるところがもう完成済みの。マジ？え、じゃあ原画はチェックついてないの？原画は貝。貝。那原画、这个ジサリスの原画是做完了还是还要修改呢？まだ直しが必要だと。そうなの？この時点で。でもこっちチェックついてるよ。で、あ、那这个打勾了呀。3D又打勾了呀。因为这个是按照出版的原画，嗯，改出来之后我打了一个勾，上面再加了个括号，后面还需要再修改。啊，これはまず一番最初の原画を基づいてプリントした 3D でチェック。ですけど、うん、最初の原画はちょっと直しが必要だから、多分もう一回、もう一回戻る。そう、もう一回、その二回目の修正した後の原画をもう一回作って、で、うん、もう一回、ここも周回書いてあるんじゃないですか。うん、だからもう一回 3D に来て、もう一回
3D プリントをやるということです。なるほど。じゃあここが変わってしまったから、まあ、とりあえず全部磁石ついてない状態になっちゃってるけど、一旦はここまでいってるってことですか？そうです。那你就是意思是我们用第一稿的原画，其实已经走到了打印这一步了。走到了原型这一步吧。啊，已经有原型。我打了个问号。OK， 因为原型就是最后就是原型这里出了问题，所以前面的所以。然后打了个问号，但是啊，对，那だからはまあ原画で。一旦 3D でプリントで原型モデルまで行ったんですよ、うん、あここまで行ったここまで行ってで原型のモデルがちょっと問題が出てまして問題出たからあのクエスチョンマークをつけてでもう一回ここから直し、マジ？じゃあもうここのジサリスの原型がもうこのスタジオにあるんですか？那么这个ジサリスの你所说的这个已经打印出来，但是有点问题的原型是已经在这里做好了的吗？在这边。もうできてます。这就是我们原型师的工位。ここがあのモデル、但是モデルの人の、但是原型师今天到东莞那边去工厂参加会议了，所以很遗憾没有到。え、小さい先生。え、できてる。できてます。これがそのさっき言っていたもう作ってる原型でこれが 3D プリント这是 3D 的数据是吧对 3D データ3D 的建模数据そうこれが 3D モデリングのデータですへえすごいもう全く一緒だでも忘れたあでもこれに問題があるから、うん、ちょっと一旦やわらしなきゃならないという全く問題なさそうですオーナーさんが言っていますここにピクチャーとか線とかあるんじゃないですか線ある、ね、見えますか、うん、それがダメえこれダメなのそうですそれがダメだそうですこれダメなのこれこの微妙な線がダメらしいあもっとひどいところがあるだそうです何ひどいところあるの因为你看这些东西其实做出来很精细对吧但是如果我们放到量产当中的话它做出来就可能没这么好看所以为了效果而言这里我们就很多很多像这样的细节我们会修改到让量产出来那个状态大家看起来是 OK 的因为量产是跟我们原型不一样因为它会损失的细节会更多あのここの胸部分とかにも、うん、足の部分とかにもすごいディテールがついてるんじゃないですかディテールっていうのはその線あの入ってあの凹凸なところ、うんね、そうこういうところが量産しちゃうとなくしちゃうので逆にそのこのディテールは量産にはできないというディテールであー、まあ、こういうボコボコってことそうあと足のこういうボコボコのディテールが量産されたらなくしちゃうらしいです、うん、だからまあ一旦あの全部やり直してで量産してもディテール OK のようにになるように、うん、もう一回やらさなきゃならないということですなるほど足のこういう線とか、まあ、そういうこういうディテールが量産には向かないみたい で量産するとやっぱこういうところがやっぱなくなっちゃうからその量産するの量産するけどクオリティが高いものっていうのを作るのにまだちょっと修正が必要みたいですね。いやこれわかんないな。ちなみにこれ作るのどれぐらいかかったんですか？那么这个从原画到我们看到的这个产品为止是花了多久？大概多久的时间呢？大概也是四五个月。四五月。あ、原型からここまで四ヶ月。四ヶ月くらいかかりました。四ヶ月。はい。まああのちょっとでかいフィギュアもあるんじゃないですか。うん、でもでかいフィギュアとちっちゃいフィギュアはディテール的には同じなので、うん、かかる時間も同じなんですそうだよね二等身だからって言ってさこれさそうですそうですこれ簡単になってるわけじゃないじゃん、まあ、本当はサイズ関係なく、うん、ディテールとかもすごい時間かかるので4ヶ月が、まあうん、予想の時間です、ね、普通かかりこう普通はこれくらいかかりますあじゃあ外にある塗装ステーションえ見てみたいてかマンションの一室で全部やってるんですね。是这一个公寓就租了一个公寓然后去做そう。マンション一つで全部やってる。マジで塗装室ある。
さっきのグレーにする作業をやってるって感じですか今。这个就是刚刚所说的要涂一层灰色的那个。对的对的。はい、もうさっきのグレーがこの人が担当しています。はい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 、3D プリンターから出てきたのをまさに今グレーに塗ってるっていう状況ですね。ああやってパーツ一個一個丁寧に塗っていくんだね、クリップで留めて。谢谢。じゃあどうもありがとうございました。今日は工場見学楽しかったです。今天的参观非常的开心，谢谢谢谢。ちょっとジザリスのフィギュア完成するの日本で待ってるので楽しみにしてます。哦，井上老师会在日本等待你们最终的产品。好，他非常期待。很厉害，ありがとう。